こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。8月8日から新しく1日1回限定のイベントが来ましたよね。こちら1日1回限定、静止不能歩く超破壊兵器17号18号のイベントみたいなので、今日はこちらをやっていきたいと思います。はい、まず詳細を見ていきたいと思います。こちらは8月8日から8月25日まで。イベント情報、本イベントは1日1回挑戦可能、人造人間セル編カテゴリー専用の EX スキル玉を獲得できるイベントだ。ボスとして登場するスーパーサイヤ人ベジータを倒してスキル玉を獲得しよう。スーパーサイヤ人ベジータを倒した後に連戦になることがあるぞ。バトルが継続したら EX スキル玉金枠獲得のチャンス？登場するキャラクターによって獲得できる EX スキル玉のレアリティが異なるため、バトルが継続するか要チェックだ。はい、彦一出てきましたね。はい、というわけで連戦になったらラッキーみたいなんですよね。皆さんもやりましたか？どんなスキル玉ゲットできたかな？はい、私も今から挑戦するので楽しみです。はい、それではやっていきたいと思います。パーリー編成はスーパーサイヤ人ベジータが敵ということなので、よいしょで行ってみたいと思います。トリオよいしょリーダーの17号18号のパーリーですね。はい、私ね、よいしょカテゴリーが好きなので、これは楽しくできそうですね。はい、なるほどね。クエスチョンマークがあって、ここでスキル玉ゲットできるんだ。そしてスーパーサイヤ人ベジータが敵にいますね。こちらを倒すんですね。まあ楽勝でしょう。1日1回限定イベントなのでね、難しくはないと思うんですけれども、初めてのイベントっていうのはワクワクしますね。どんな感じなんだろうって。はい、華麗な舞です。はい、ベジータを倒し、あ、もしかしてこれ連戦？こういうことかな？連戦ってこれ？あー、敵がトランクス、ピッコロさん、テンさんという感じになってるんだ。はい、双子よいしょのターン飛ばしを使いまして、トランクスがね、攻撃してこなくなりました。これは継続できてるってことでいいんですかね？ってことは金枠ゲットできるのかな。いや、初日にしてラッキーなのかな。皆さんはどうでしたか？初日は連戦しないとベジータで終わっちゃうんですかね。はい、よいしょチームがやりたい放題やっております。はい、これでクリアか。ああ、もう金枠もゲットしてますね。やりました。人造人間セル編のキャラクターにつけられるということなので、いいのが出たら付け替えたいですね。あー、銅枠が3つ、銀枠2つ、金枠1つ。なんかすごい回避多いんですけど金枠レベル4の回避だって。なるほど、これでもな、そんなに強いのないですね。レベル2とかですからね。はい、ではね、2日目もやっていきたいと思います。今度はどうかな。パーリー編成はね、同じですね。よいしょパーリーでやっていきたいと思います。これは1日1回やっていると、なんかミッションもあるみたいですよね。回数なのかな。はい、皆さんはどうですか？やってますか？1日1回だと今まである亀仙流の猛修行あるので、それとこれと2つね、毎日欠かさずやる感じですかね。はい、そろそろね、天下一武道会もやってきます。8月11日から13日まで、夏休み、そしてお盆期間ですね。あー、連戦なったんじゃないですか？これまた17号出てきたぞ。へー、すごい。え、これ必ず連戦になるとかじゃない？もしかして私そんなラッキーか？え、これ皆さんどうでした？本当に教えていただけると嬉しいです。コメント欄にて。
へえ、2回目もすごいね、2戦目来たね。はい、またこれはじゃあ倒していきましょう。いや絶対連戦になるってことはないよね。まあそれはそれで嬉しいですけどね。そうそう、天界一武道会がね3日間あるんですけども、私は11日の祝日の昼間に生配信ミラティブでやらせていただこうかなと思っております。ミラティブなのでコラボ通話で参加していただける方大募集しておりますので、お時間合う方ぜひ遊びに来てくださいね。13日の方はいつも通り YouTube で日曜日の生配信をやらせていただきたいと思っております。はい、というわけでクリアーなりまして、今度はどんな感じだろう、スキル玉。はい、ババン。おー、あ、いいんじゃないね。連撃のレベル5とレベル4ありますね。金枠はやはり回避なんだ。回避レベル4とかあんま使わないよね。あ、でもな、避けてほしいキャラにはいいか。なるほどね。さっきよりはいいかなという感じですけれども。いや、でもね、こんな簡単なイベントで、こんなすごいスキルでももらえたらいいですね。はい、というわけで今日は新イベント、静止不能を歩く超破壊兵器をやってみました。皆さんの結果もよかったらコメント欄にて教えていただけると嬉しいです。はい、今日もご視聴本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは、暑さには気をつけながら、次の動画も絶対見てくれよな。